現,象現代病パート1食べ物が体内毒素になっているらしいご飯をたくさん食べないと大きくなれないわよとお母さん成長期の子供は食欲もりもりたくさん食べます体を作る体を動かすエネルギーご飯を食べてそしてエネルギーを消費するこれが人間なのですたくさん体を動かし 消費している年齢では少しぐらい過食をしても害になることは少ないのですが消費の少ない年齢になってからは質と量ともに必要に応じた分だけ食べるようにしなければいけません最近はグルメブームで美食がもてはやされていますが健康を考えながら食事に気を使ってほしいのです特に女性はおいしいものには目がないのか 食べ物の話をしだすと延々と話し込んでいるようです。それでいて痩せたい願望が強いのですから不思議です。多少太っているぐらいなら生活に影響はなくともいざ病気ともなるとそうは言っておれません。現代病は生活習慣病だとも言われます。中でも食習慣は最も大きな影響を及ぼします。 現代人は、口においしい食事に鳴らされ、本来、体に必要な食事、体においしい食事というものを忘れてしまっています。今や宝食の時代、ありとあらゆる食材が氾濫しています。海の幸、山の幸どころか世界中の食料品が、町のスーパーマーケットで手に入ります。しかも、コンビニ食、インスタント食が普及して、 素材から調理しなくても簡単便利チンするだけで食べられます見た目に美しい食品不自然な美味しさの食品などには要注意化学調味料や食品添加物漬けになっていることが多いのですまた品質の保持性を高めるために発色剤や保存料などふんだんに使用された作られた食品が売り場を占領して 不自然な食品と自然然なななな食食品品との境界が分からなくなっています。次に食の思考の変化を栄養素的にその栄養摂取量から見てみると30年前と比較して脂肪分の摂取量だけが突き出し約3倍にもなっていて戦後急速な食の欧米化が進む中肉や魚卵といった動物性食品を多く摂りすぎていることがわかります。 それに比べ化学肥料で作られる野菜などの植物性食品は含まれるミネラルなどが30年前と比較し3分の1ほどになり同じ量を食べていても摂取量は極端に少なくなっているのです栄養をたくさんとることが健康を守ることだとする神話的栄養学は食料難で食べるものが非常に少ない時代の話で現在の食料事情とは かけ離れた環境にあります。毎食、肉料理や卵料理を切らしたことがない、という方も多いようです。何でも豊富に食べせるという意味では、竜宮城の浦島太郎並みですね。古い話で恐縮ですが、明治の陸軍一等兵の一週間の食事内容が、愛知県犬山市にある明治村の陸軍由来の資料館に掲示しています。主食は、 大麦が6に、米が4の割合の麦飯で、副食は、ナッパ汁と、時折、魚の干し物がつくぐらいでした。それでも、強靭な体力と精神を欠くことはなかったと思います。日本人はもともと農耕民族で、米や穀物主体の食生活を何百年も続けてきました。穀物は、繊維質が、多く、 消化に時間がかかるため、日本人は欧米人よりも腸が1メートル近くも長いと言われています。いわゆる腸内を通る食物の通過時間が欧米人よりも長いわけです。腸内では60腸とも100腸とも言われる腸内細菌が住みつき、良性菌・悪性菌のバランスを保ちながら腸内の環境を整えているのです。 そこに持ってきて栄養価も高く腐敗のスピードも速い肉食を続けると腸内は悪性腸内細菌が繁殖しやすくなり腸内全体が酸素不足の状態になり血液の流れを悪くするとともに腸熱を高める結果が想定されます体内毒素とは悪性腸内細菌が作り出す毒素だけでなく肝臓の負担が大きくなり 処理しきれない酸化脂質や老廃物が体内のあらゆるところに点在してているものもの含めて考えます。これらの事実からしても現代人の多くがいかに偏った食生活をしているかがわかります。体が必要としている食事は忘れ去られ肉や魚卵といった動物性食品が元気のもとだと決め込んで過剰に食べすぎて逆に災いしています。 さらには、添加物の多い食品が増えていることに問題があるようです。食に対する思考が変わったことで現代人の体内は過酸化脂質や老廃物化学物質などの体内毒素に汚染され発病の前段階にいつもさらされているとお考えください異食同源と言われるように病気と食事は密接な関係にあります 病気を健康に導くにも病気を未然に防ぐにも食はとても大切です検証現代病パートに発汗不足が体内毒素をため込んでいる日本の夏は暑いしかし人間の頭脳はこの夏の暑さを快適な温度にしてしまう電気仕掛けの箱クーラーを発明してしまったのです今や一家に 一台どころか一部屋に一台の時代です。夏の生活を振り返ってみてください。車の中でも冷房。電車の中でも、オフィスでも家に帰っても暑いと、すぐ冷房をつけます。うちは、扇風機しかなかった時代とは比較にならないほど汗をかいていません。もともと、夏は発汗の季節なのです。 体の中でいらなくなった老廃物や酸化毒素を皮膚から排泄して健康を保っているのです冬の間に体内にたまった毒素を夏の間に一気に出し切って病気を防いでいることを体は知っていますところが一年中快適を求めるあまり体内毒素の域状がなくなって年中調子が悪い人が増えています汗をかかない生活といえば 労働の質も大きく様変わりしています昔は大変労力の必要とする生活が当たり前でした田や畑を耕すのも人力工場でも人力が主で産業用ロボットなどはありませんまた道路が地道砂利道の頃はリヤカーで物を運んだり移動も自分の足に頼ることの方が多かったのです 昔の人は丈夫だった。というよりも丈夫でなければ生活できなかったのです。嫌でも汗をかかなければいけないような生活だったのです。現代人の仕事は、事務職や一般職では、肉体労働そのものが減ってきていますし、家庭においても同様、昔のように、山から薪を取ってきて、風呂をたくわけでもなく、洗濯機。 掃除機など機械が重労働を対抗してくれて日常生活が随分楽になり汗をかくまでに至らないことが多いのです汗は単に水分や体温の調整だけではなく体内毒素の排泄と皮膚から酸素を取り入れる皮膚呼吸の潤滑剤になっています皮下に蓄積する体内毒素の量はかなりあると考えますなぜなら皮下は 無数の末梢毛細血管が張り巡らしその総延長は地球を一周してもまだ余るとも言われるぐらい長くまた体の表面積のほとんどは皮膚で覆われているからです皮膚から汗を出して排毒することは同時に酸素の供給量を増やすことでもあります東洋医学で言われる皮膚呼吸とはまさしくこのことで皮膚の感染や皮脂腺から老廃物など いらなくなったものを出して、詰まりをなくし、血液の流れを良くする酸素を取り入れるという考え方は、特に現代人に欠けていると思います。検証、現代病パートさん、病体質の違いによって行う健康法も違う。人間は、百人百様、顔の形も違えば、体型、性質、肌の色、性格すべて違います。この世には、 自分と同じ顔形の人が3人いると言われますが、60億もいる地球上に立った3人では、お会いできることはまずないでしょう。顔形蘇生の違いは、人間だけではなく、地球上のあらゆる微生物から大型動物に至るまで、同じとは言えません。植物でさえ、季節や産地によって含まれる成分に違いがあります。 体を蝕む病原菌とて同じ生き物ですから育ちの違いや系統環境によって毒性の強弱生命力に違いがあります一口に病気と言ってもその姿形現れ方千差万別です病気は100万もあるが健康は一つしかないと言われるように人それぞれ違う体を持ち病気の形にも差がある中で 何が自分に合っていて何が合わないのか何が自分に必要としているのかを知ることが健康の第一条件になります現代病の多くはおおむね栄養過剰と肺毒不足によるものですがその毒素の質の違いや蓄積の仕方の違いまた生まれ持った先天的体質の違いによって症状に違いが出てきます 病名体質ではありません。ここで言う体質とは病気になった原因からくる作られた病気の体質とでも言いましょうか食の思考やライフスタイル行動の違いが病体質に違いを生んでいるのです一口に体質と言っても血液検査や抗体反応のようにパッと一目でわかるというようなものではありませんが体質の偏りの度合いによって たくさん偏っている場合には現れ方も大きく出ますそのような場合にはこの体質別に行う廃力健康法の適性の度合いも高まりより効果が出ることになりますいわゆる病気の偏りが重度であるほどこの健康法の効力が大きくなるのです難治性の現代病を前に病気の種類や重症軽症を問わないといえるのは この辺に理由があるのです。